はい、ということで皆様こんにちは、また続きの方やっていきましょう。7章の外伝、そしてパート58というふうになるんですけども、壁組こちら炎章さんですね。まあ今回の作品 でもですね、十二分に僕らをがっかりさせてくれましたね。まあね、そんな彼なんですけども、やっぱりここまで歩んできた、言っても仲間なのでね、最後までたどり着けたらいいなというふうにね、一緒に、思っています。で今回やっていくメンズが、全員あれですね、前回加入された方がですね、関羽、張飛、それから諸葛亮さんね、この3人というふうになりますので、今回も進めてまいりましょう。7章外伝で清涼の戦いだったと思うんですが、連合軍対オロチ軍との戦いということで、橋の上で敵を食い止め民を無事に脱出させるんだってことが書いてますので、ちょっとね、民の方々を助けに参りましょう。民はオロチの支配を逃れるべく脱走する事件が各地で相次いだ。対してオロチ軍の将董卓は、逃走する民は重罪に処すと宣言。連合軍支配地域へ逃げようとしていた清涼の村を見せしめに襲撃した。この知らせを受け、真田幸村は民を助けるべく清涼へ急行した。董卓さんがまた動き出したみたいですね。ちょっとね、鉄槌を加えに行きましょうかね。で今回なんですが、勝利条件が、民の脱出地点への到達、敗北条件が民の全滅というふうになっておりますので、まあ民を守りつつね、戦っていきます。で幸村さんとね、協力して、事態に当たるわけなんですけれども、相手はモブばかりですね。出れば、いきますかね。早速戦闘開始。清涼ですね。さあ民の方々はね、やらせるわけにはいかないのでね、守りながらやっていきます。悪逆非道の輩、ここから先へはこの真田幸村が一歩も通さん。真田幸村と共に、オロチ軍から民を守れ。よし。さあ、まあ、順調にいけばね、おお、専用セリフあるのか。なんとかね、1回で、達成したいところなんですが、今回、まあ、民がね、3人いらっしゃいまして、全員助けるとですね、忠勝さんを感服させられます。お、今度は海遊さんですね。どうしよう、敵全部勝たしてからの方がいいんだろうか。ゆきむさん、走れ、敵の追撃を断つ構え。よし。まあ、自分がね、敵を倒せば倒すほど雪村さんの士気がね、すごい上がるわけなので、どんどんね、オロチ軍倒して、鼓舞しましょう。よし。民を援護し脱出戦へ導けということで、よし。まあ襲ってくる連中はやっぱり倒すべきですよね。よし、こんなところかな。大方倒したので雪村さんの援護に参りましょうか。やっぱり一人でね、全部やるとなると大変だと思うので、そのお手伝いにね、行きましょう。よし、張飛さんで行きます。まずは、無双乱舞ですね。まあ彼槍なのでね、こういうような、感じになります。後ほどアーツもね、見せられたらいいのかなというような感じですかね。うわ、前方にどんどん来てますね。やるしかない。あ、不死人。おお、援軍か。ありがてえ。誰だろう、誰かちょっと見えなかったけど。よし、助けてくれ。よいしょ。で、諸葛亮さんのアーツどんなの？無双奥義、あ、無双ラムから見せますか。これですね、このビームです。この無双割とね、面白いんですよね。使ってる感じといいますか。あ、そして、どんどん来るな。あ、そっちからも来やがったか。どうしよう。まずいな。ちょっと馬呼んで。よいしょ。ちょっとここはね、雪村さんに任せましょう。上に行こう。敵の、北にいる敵をね、駆逐しないとダメということなのでやっていくんですが、これ諸葛亮さんだと火力足りないから、ね。よし、張飛でいきます。ほら、よし、雪村さん頑張ってくれ。なんとかね、僕も急いでね、倒して、援護に向かいましょう。ほら、うわっ、くそ、見ずちのくせに。よし、さすがですね。どういくか。とりあえず民の周りを片付けないとやばいですよね。で、敵だらけなんですよね、ここ。馬で無双出した方がいいかもしれないですね。ちょっと馬に乗りましてと。あ、カンさんの無双で勝たしますか。カンさんもこれ、ランマル君タイプですね。
でぐるんぐるん回って、切りつける感じでしょうかね。はいはい、よし、どんどん片付けていこう。うわ、また来やがったか。くそ、まあでもね、ここ雑魚だけなので多分もう大丈夫ですかね。雪村さんもね、助けに行かないとちょっとまずいような感じでしょうかね。よし、あ、拠点だ、拠点塞ごう。これ以上敵が入ってこられたら厄介ですからね。塞いでおきます。さて、じゃあ行くか。今度は雪村さんを助けに参りましょう。よし、さあ、ということで大丈夫かな。やっぱり一人で支えるのはね、きついですよね。なんでちょうど長飛さんのね、無双溜まってるのでアーツをね、披露します。よし、来いや。うわー、いっぱいいる、4人ぐらいいるね。なんだろう、これパンチかな。そうですね、吹っ飛ばす攻撃ですね、長飛さん。無双の方がいいな、ぶっちゃけ。で、諸葛亮さんで、おお、なんだ、うわー、やばい、岩だ。そして、橋が、いや、いいのか、に逃げれるようになったのか。あ、いや違う、橋が来るとより敵が渡ってくるっていう。くそ、トウタクさんもう来やがったか。いてててあー、もう、まあでもね、くじ切るわけにはいきません。なんとか頑張ってね、駆逐していきましょう。これ諸葛亮さんアーツですね。2種類あるんだね。わーお、もうちょいで倒せるんだけどな。はいはい、くそう。ちょっと多人数との、ね、戦いには向きませんね、彼は。よいしょ、お、士気上昇。そうですね、この戦術でね、味方を鼓舞するのも大事なので、ちょっと諸葛亮さん以外の方のね、戦術も発動させたいなと思います。さあ、雪村さんのはもう大丈夫かな。まず武将を片付けましょうか。お、牛歩さん倒しますぜ。なんかいっぱいいるな。うわ、マジ両夫ですね、これはまずいな。早く行かないと。両夫を撃破して民を守れってことなんだけど、やべえ、急げ急げ、いてててて、お前に構ってる暇ねえんだよ。おのいてろ。よし、まずいですね、行きましょう。よし、お、これは、戦わせに来てくれましたね。今回味方です。よし、これならいけるかもしれん。急いで僕も向かいます。よし、戦わせさんと協力してロフに、リョフに当たりましょう。さあ、もうおなじみですね、これね。よし、民のため、まあ切れば切れはいかないってことで、どこにいる。あれ、おお、いた、ビビった今。ただ、リョフ以外はね、そんなに周り敵多くないので、なんとかなりそうっすね、これね。あ、戦わせさん、お、そしてムービー。星ヶ滝50秒。オロチについた方が獲物は多い。それだけでかの魔王に組みするか。さあ、最上の獲物よ。俺を楽しませてみろ。さあ、最強対最強って感じでしょうかね。お、来た。はい、ということで先日対決発動しましたね。よし、この調子で両夫を倒します。あらい、
よし。お見事でございますな。進め、敵を叩きのめすのだ。お、今さら来やがったな。ちょっとあっちの敵は雪村さんに任せて、僕らは民を守りましょう。もう少しでね、脱出できます。鮮やかなお手並み。なんで、どうしよう、無双で片付けるか。行くぜ。ほら、やっぱり騎乗無双は強いな。よし、本田忠勝と連合、一緒に頑張りましょう。よし、いけるぞこれは。あお、やべえ、このステージは熱い。みんながかっこいい感じですね。よし、俺も負けてらんねえな。さて、まだね、拠点いらっしゃる感じなので全部塞いでやりましょう。あ、拠点兵長いないのか、ここであれば敵倒してきれいにしておくしかないですね。よいしょ、はいはいはい。まあ、でもだいぶ片しましたね。これであれば脱出も容易にじゃないですかね。うん、大丈夫そうだな。さて、まあね、あっち側に敵がいるんですけども、もうね、こっちに来る頃には民脱出してると思うので、問題ないと思います。よし、みんな早く逃げるんだ。これでオロチとの、何ですか、縛られた生活ともおさらばですね。よかった。よし、全部退却に成功。見事、この忠勝、そなたの部に感じいた。はい、ということで、忠勝さんも感服させまして、民兵たちは逃げられたようだな。はい、順調でしたね。いやー、面白かったな、今回の戦い。ちょっと一時はね、どうなることかと思いましたけども、なんとかね、忠勝さんとこう協力してですね、ことに当たることができました。はい、ということで戻ってまいりました。忠勝さんのね、仲間になりましたっていうのは出ませんでしたよね。あれ実はですね、もう僕忠勝さん確か出てるんじゃなかったかな。出てますね。はい、使えるんですよ実は。まあね、こんなような感じで、4つのシナリオね、7障害で4つあるわけですよ。義5色戦国ね、全部で、忠勝さんを感服させると、このようにこう忠勝さんはですね、実際に使用できるようになるっていう、そういうようなね、感じになりますね。はい、ちょっとね、無印の方では出番ないと思うんですけども、魔王サイリンの方でね、またその部をですね、使って、敵をね、蹂躙するような、模様が見られるかもしれないですね。まあそんなようなことをね、期待しながら、終わりまでね、突き進んでいきましょう。ということで、これちょっと可愛すぎるな。メンバーのね、欄で、チョウンさんの顔隠れちゃってるんですけども、これだいぶ、何枚目だろう。1キャラにですね、確か8枚とか壁紙あって、6枚目ぐらいかな、5、6枚目だったと思うので、だいぶ後半の壁紙ですね。まあ、そのキャラを使えば使うほどですね、熟練度っていうのがね、上がりまして、その熟練度のその数字に応じて壁紙がどんどん解放されていくっていうシステムなんですよね。まあ、要はやればやるほどね、そのキャラクターの壁紙が解放されていきますよっていう、そういうシステムとなりますね。はい。てな感じで、何気なくやってきましたけれども、皆さん次最終回ですよね。いや、正確には最終回ではないんですけれども、本筋のお話としては次がラストとなります。で、収録の終わりっていうのは、8章の外伝、こちら僕まだやってないんで、初のね、戦いという風になるんですけども、まずは本筋のストーリーがね、どのようにして終わるのかっていうのを見てもらってですね、その後に、最後のオロチ実況、最後の戦い、三方ヶ原の戦いですね、こちらの方を皆さんに見ていただく、そしてオロチの実況をおしまいというような感じになるかと思います。もう残り、2パートとかしかないんですけども、まあ、最後までね、ぜひ見ていただきたいなという風に思ってますので、お付き合いのほどね、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、本筋の方のラスト第8章ですね、腰上の戦い、やっぱりね、最後の蹴りをつけるといえばやっぱりこの戦場に、ね、なるような感じなんですけども、内容としては、連合軍、それから劉備さんとね、やっと合流する感じでしょうかね。で、一緒にオロチ軍を倒すというような流れとなっております。敵の焦燥を誘い、腰上への扉を開け、総力を持って勝利せよってことなので、ここで止まってるわけにはいきません。もうね、全部の力使ってですね、オロチを倒しましょう。次回そのような流れでね、やっていきますので、お付き合いのほどよろしくお願いします。それではね、今回外伝ということでちょっと早いんですけれども、ここまでとさせていただきます。皆様ご視聴ありがとうございました。また次のパートでね、ぜひ見ていただきたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。今回はこの辺で失礼します。またその時までね、さよならしましょう。ありがとうございました。バイバイ。